こんにちは。バイオネッキのひみここと原田真帆です。本日はスペシャルなゲストをお呼びしております。ピアニストのまりまり先生です。こ,こんにちは。ピアニストでピアノ講師のまりまりこと鈴木まりノです。久しぶり。まりまり久しぶり。<laughs> 私たちは、芸校と芸大の同級生なんですけどあの、一緒に教育実習をした中でもあるんですけど、うん、今日は2人でちょっと 視聴者さんの疑問に答えてみたいなと思っております。本編に入る前に、まりまり先生のご紹介をさせてください。鈴木まりなさんは、芸工、芸大、そして大学院を経て、ピアニストとしてはもちろん、ピアノ指導者としてもご活躍です。音楽教室で毎週50名の生徒さんの指導に従事した経験をお持ちで、2023年4月には、ご自身のスクール、ベルピアノ教室をオープン。 この動画では私が視聴者さんからよくいただくお稽古のお悩みをピアノ講師としての視点からまりまり先生にお答えいただきたいと思います今回は日本にいるまりまりとイギリスにいる卑弥呼をズームでつなぎました電波状況で少し見づらい聞きづらいところがあるかもしれませんがどうかご了承ください教えてまりまり先生それでは 日頃から私の視聴者さんからいただく質問に今日はピアノ講師でもあるマリマリ先生に答えていただこうと思います5つの質問を用意したので1つずついきますよではまず最初の質問ソルフェージュって勉強した方がいいんですかマリマリ先生はどう思いますかうーん、なんかもちろんした方がいいんですけどどうだろう人によるかもしれないけど 私が芸行に入るまでに意識してソルフェージをやらなきゃって言って、めちゃくちゃソルフェージ頑張ってたかっていうと、そうでもなかった、私は。なるほど。ピアノのレッスンの中で合わせて学んでたみたいな形うん、うん、そうだ、そうだね。なんか、受験をするって決めたときかな。に、なんかその、まあ、受験にあ超音がありますソルフェージ、ソルフェージというものがあります、みたいなふうに聞いて。うん でソルフェージュって、なんかど、どんな試験するのみたいな、工夫読むとか、そういうのがもうすべてソルフェージュじゃない。うーんそうだよね自分がピアノを弾いてるっていうだけでも、まあ、ソルフェージュの勉強をああの実はしてきてるって状態だけども、まあ、ソルフェージュってどういう試験があるのかなっていうのを、まあ、受験するって決めたときに、あのまあ、誰かに聞くか調べるかして、そのソルフェージュがどういうものなのかっていうのを、まず理解するところから始まったかな。 なるほどだからソルフェージュってものが普段の音楽の中にすごく溶け込んでいるからなんか改めて受験科目って考えると受験対策ってことで勉強しなきゃいけないけど、うん、本来は楽器の勉強してたら自然に身についていることもあるよねってことであってる理解あってる。うううううううんうん、うん、うん、そう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  まあなんかこう分解して学ぶ感じだよね、そのページって。うーん確か,に確かに、塔を読む作業と、まあ、リズムを読む作業、で、師、ま、匠、あ、をあの歌うのは、まあ、自分でまあ表現しながら音,音程を取るっていう、あの実技やった時はこは全部ひっくるめたことをやってるのかなって感じだよね。確かに確かにそう考ええると例えば 受験とかあるいはその音ンの授業でやるソルフェージュっていうのはさ普段やっていることの中のちょっとエッセンスを取り出しても単純化したみたいな感じだよねうん、うんうん、そうだねでそうするとまあ自分がこ,この部分が苦手なのかなとかいうのがもしかしたらわかるのかもしれない、ねうん、確かにじゃあちょっと次の質問に行ってみようと思います2問目 2>、うん 和声感っていうのはどうやったら身につきますかという質問が視聴者さんんから大変多いんですねうんで特にバイオリンって単線率なので単線率だから和声のこと考えないでわーって弾いちゃってバ、うん、イオリンの先生からもうちょっと和声感の伴って弾こうかみたいなことを言われた時にみんな「え和声感って?」ってなるみたいで。 なるほどね単戦率だからこその悩みなのかなだからピアン人は和製感をどう捉えてるんだろうなってことで聞いてみたかったんだけど、うん、どうでしょうね和製感ってどう捉えたらいいんでしょうね自分はどうだったかななんかこう和製感を身につけようっていうなんかこうソ、うん、ルフェージュでこう分解した練習するみたいな何か捉えるわけではないけども なんか、こう自分の場合は、もちろん自分が弾きながらなんだけど、まあ、ピアノの、こう我々のレッスンって大体2台ピアノがあって、まあ先生と自分でそれぞれ弾いてるから、あの先生が隣で和声を強調するようなものを、なんか即興で弾いてくれたりとかして、あ<ー>バッハとかそういうの多かったかな。<ー>なんか、なんかそれを聞くと多いなって、 自分で思ったりしてで後で後先生が弾いてくれたのを思い出しながら練習したりしてた、うん、なんかそれが自分はすごいなんか,ひっくりきてたかなう自分だけで弾いてるとやっぱなんかその気づけない美しさみたいなのがあったりしてそうね難しいよねそこでもピアノの人は自分で旋律も和声も弾くからこそどっちもどっちもよく分かってないとうまくなりたたないよね まあ,あとはなんかこう自分で和製感っていうのかな、和製感を出せるような演奏、そしてまあ自分の練習するときに和音をこうこうずらして弾いたり、なんかいろいろ弾いてこう、あの弾いた瞬間の音っていうよりも、なんかこう、弾いて響くわけじゃないか、その音をな長く聞いたりとか、あと広い部屋で練習するっていうのも大事かもしれない。うん あ響きを聞く響きをこう感じるっていう、うん、そう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 ,うん感じる練習であのその弾いた瞬間だとなかなか聞くの難しいからこう伸びた音を聞くように練習してたかななるほどね、うん、なんかこう学生の時とかはもうなるべく広い練習室取ったりとか出たかも <laughs> いやそれはバイオリンの人もきっと取り入れられるよね、うん 1まあ一個は自分でピアノでこう和音を弾いてみるっていうのも大事だと思うしでもなんかその自分が出した音がどういうふうに響いているのかっていうのはちょっとなんかそうだ、ね、うん当にもう1つか2つぐらいの和音の連なりをずっと聞く練習しつこくしたりとか。なるほど、うん だから和製感みたいなものって結局聴覚の感覚のことだから、うん、言葉で説明してどうのっていうよりはもう体感してこの感覚みたいにこうそうやって覚えていくっていうのが覚えていくしかないよ、ねうん、そうだねもう本当にもうう美しいものをたくさん聞く, <laughs> 聞くし味わうのがうんだよねなんかこう 好きな曲とかあったりするじゃんこ,この曲のこの部分がいいんだみたいなこの部分が好きなんだみたいなところってなんかま出てきたりするかもしれないから、うん、まそういう体験をあのたくさんすることうーん、はい、がいいのかな。うん、いやあるよね、なんな,んなんかんとなくこの曲のここめちゃくちゃ好きなんだけど、うん、それは実はそこの和製が好きなのかもよみたいなね。ううううん、うんうんうん、うん、よし 皆さん、いい和音を、いい音をたくさん摂取しましょう。じゃあ、3問目いってみよう。こちらもバイオリンの方からのお悩みとなっておりまして、我々、音がたくさん重なると聞き取れませんという症状が出る時がありまして、あ私もこの気持ちはわかるのね。昔は、なんか和音、4声帯ですら、たった4個の和音でも、なんか、ぐしゃって、何か1個に聞こえちゃって、 みたいなん。ってなっちゃう。からもう我々以上にたくさんの音を日頃から扱っているピアニストの皆さんはそのたくさんの音の一つ一つをびっかりして聞き取っているのかとこうバイオリンの人たちは不思議に思ってるわけですよ。うんまあ、ピアニストからしたら日常だとは思うんだけどたくさんの音をどうやって聞き分けてるんでしょうピアニストは。へー 自分が弾いてる時にってことだよね。うん、本当に弾く多い曲は多いから、うん、それが全部聞けてるかって言ったら、もしかしたら、イエスとは言い切れないのかもしれない。だ、うん、からその全部聞けるように弾かなきゃいけないとは思ってるから。うん、聞けるように、うん、あの練習の時に、うに、ん、考えながら弾くかな。やっぱ無意識に弾いちゃいけないと思ってるから。 難しいよね難しいよねこれかえってピアノの人はピアノの人で聞かれても困る質問だと思うんだけどさ、うん、でも変な話さピアニストはその和音をいっぱい弾くことに慣れてきてる分例えばもうこのパターンの和音って言ったら手がいっちゃうと思うんだよじゃんってもうなんか考えなくても弾けちゃう和音弾けちゃうみたいなとこあると思うんだけど。うん 多分そでに聞いちゃうとまずいよみたいなことだよね、ねきっと。うん、いや、そもそもそのアンプだってあの、アンプして通して弾けても、全部楽譜に起こせますかって、結構起こせないのよ。なるほど。<laughs> だから、アンプ飛ぶのよ。<laughs> ああ、そっか。<laughs> そうだからその、頭でこの音が鳴ってくるって理解して弾くのももちろんあるんだけど、結構、運神経的なもので。 あの感覚で手が覚えちゃってることって多いから、そうじゃいけないんだけどね。だからそうじゃいけないから、なるべく頭,頭でって言うとあれよくないけど、うん、そういうことも考えながら練習してるかな。いや、ほんとさ、歩くとか、自転車に乗るとかもさ、あのいちいち右足動かして、左足動かしてとか思ってないわけじゃない思わない、思わない。字書くときとかね。あ、わかりやすいですね。字書くときとかもさ、 例えば、絶対読めるのに書けないとかも似たような現象なのかなあ、そうかもねか。読めるんだよね、うんうん、難しい感じとかってうん、うん。読めるけどい、書こうと思ったら、あれなんだっけってなっちゃう感じとか、ちょっと近いのかもしれないね。確かにそうかもしれない。でもまあ、それをきちんと、あ、ここは何編で、この、何のパーツがあってって書けるような状態で。<laughs> そうそうそう にみたいに曲を理解するのが望ましいってことだよね。頭でっかちになれって意味じゃなくその手だけに任せるんじゃなくて頭でもちょっと理解があるとよりちゃんと音楽を理解できますよって話ですね。うん、そうだね両方必要だよね。体に染み込ませるのも大事だしそれ、うん、頭でなんか理解して覚えていくのも両方使ってるかな我々は。 なるほど。そうしていくと確かにだんだんこう、うん、音楽を見る解像度が高くなりそうな感じはする。よし。じゃあ4問目いってみよう。これはあのアンサンブルの疑問ですね。バイオリンの人はどうしてもピアノの人に一緒に弾いていただくことで曲が成り立つって場合が多いので、まあ、そういう時にどんなことに気をつけたらいいですかって質問がよくあるんですけど、 特に学習者の方だとピアノと一緒に弾ける機会が年一の発表会のみとかだったりするのでうんそかそううかなんか結構緊張しちゃったりするみたいでだ,、ね、だからピアニストから見てバイオリンの人がどんなことに気をつけてくれてると一緒に弾きやすいなっていうもしそういうポイントがあったらちょっと教えてもらいたいな。うん、うんなんんか ピアニストとしては、まあ、伴奏者として弾くことが多いから、私の場合は、まあ、なるべく相手に寄り添うようにって、寄り添うようにというか、相手がしたいことに自分があの寄り添うようにっていう風に心がけてるのがあるけど、まあ、もし自分が逆の立場で考えると、コンチェルトとかやった時の感覚が近いのかなと思うんだけど、まあ、私の場合は、 もうとにかく自分のパートだけじゃなくて、こう音楽全体をまず聞くするかなうん。なんかオ、OK、ケともしやるとしたら、勉強していく過程で絶対音源たくさん聞くし、自分も弾いてるから、あの、自然と覚えていくけども、CD とかの音源をもうイヤホンだったり流しながら、それに合わせて自分が弾く練習とか、ここでこういう音が来るんだなとか、タイミングをあの自分に染み込ませるために。 自分で一人で弾いてると自分の音しか聞こえないから。なんかそのタイミングをなんとなく把握しててくれると、実際に一緒に合わせるときにもやりやすいかもね。うんうん。まああとは、ピアニストとしてありがたいことっていうのをもし言うとしたら、たとえ伴奏でもやっぱり音楽だから、あの音楽的に歌いたくなる部分とか、なんかこう感じたくなる、それこそ忘れとか。 いう部分があるからそういうところもここもしかしたらこういう風にしたいかもしれないピアニストはっていうところまで考えてくれてるといいのかもしれないあ、なるほどねそれは気遣いだねうん、うん、だから決してこっちだけ合わせてもらうとかじゃなくてうん、うん、ピアニストだって人間なんだからやりたいことはあるんだからこのバイオリン側の人もこう相手をおもんぱかってできるといいよねうん、うん だしね、まあもちろんピアニストのその伴奏も音楽の一部ではあるから、まあ、なるべくバイ,バイオリンっていうかまあソリストを尊重するっていうのはもちろんするつもりで大体ピアニストはいると思うけども、やっぱ音楽にね参加してるから、単線律だけ弾いてると感じにくい音楽の部分とか伴奏を加えると多分あると思うから、そこが一体化できるといいよね。まあだからその合わせしながらこう相談するんでもいい。うん と思うんだだけど、うん、コミュニケーションも大事だよね、うん、言葉うんうんうん。まああとはこうやたら跳躍する時とかどう考えても間に合わないとかなんかそういう時もたまにあるからなんかそういう時は、まあ、お互いにそういうところあると思うからここは向こう大変なんだなとか分かるっておくのも大事だよね。 なんかそれは自分が思うそういうところがあるなら伝えてもいいしあるいは相手にそういうところがあるようだったら自分が調節するっていう感覚を持って望むのが、まあ、そういう調節をするのがリハーサルなんだけどもしかしたら慣れてない人だともう自分が引く。 ことでいっ,ぱいいっぱいになっちゃうから、うん、そういうお互い調節もするポイントを探していく回だぞと思って、うん、リハーサルに臨めたら、うん、きっときっといい感じにいくよね。うんうん、でまあリハーサルの前にちゃんと相手のパートをある程度覚えておくことっていうのは大事だと思う。そうだね。うん、何も知らないで、うん、わーって言っちゃうよりは。うん そう楽譜で音符を覚えなくてもいいから、音楽として覚えるどっちかでもしといて予習しておけば違うよね、やっぱり。それで、ね、私も逆にあの伴奏するときに、それは心がけてる、なるべく、なんか間に合わないときもあるけど、うん、その伴奏合わせのときに、強みだけしてでこう自分の伴奏の音ばっかり聞いてると、なんか相手の音を忘れがちになるから。うん なるべくたくさん音源聞いてこうい、イメージした上で、ある程度覚えた上でできるようにっていうのは心がけてはいいかな。やっぱり初めて合わせる前には、こう相手のパートのことを勉強しておく。これがかなり有効な感じがしますね。 そうだね、もう特に合わせの回数が限られてる時はなおさら大人になればなるほど回数がない時がある、うん、なるほどね <laughs> ねえ、ね、12回とかでねはい,たい,やらないみたいな感じでじゃあ,あの5つ目の質問をしますねこれも視聴者さんによく聞かれるんだけどバイオリンの人もピアノを習った方がいいですかって聞かれるんですよ、うん、私はピアノを習っ あ、習ったほうがいいなと思って、習ってきたんだけど。うんうん、ピアノの人から見て、他の楽器の人のピアノって。どう、どうなの、どうなのって聞かれても困るよね。どうなんでしょう。<laughs> ピアノやった方がいいんでしょうか、私たちも <laughs> え。え、どう、どどうなんだろう、ど、どうだった?。やっててよかったとか。<お>もっとやっとけばよかったとか、うそういうの。 まあでもそれこそピアノと一緒に弾くさっきの質問の、うん、ピアノと一緒に弾くみたいな時にやっぱピアノ分かってた方がやりやすいっていうのはあって、うん、ちょっとピアノ習ってたおかげであの簡単な曲だったら自分で譜面を見て頑張ってみるみたいなことはしてきたんだけど、うん、<laughs> それこそ教育実習の時に副ピーを教えなきゃいけないよね。 そっかそっかかピアノの先生たちはピアノの子たちも持つんだ、うん、そう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 、はい、自分たちはまだ大学4年生だけどちょっと年下なだけの高校生を教えなきゃいけなくて例えば作曲家とかさ、うん、あのすごい上手な子が多い、ね、作曲家の子確かいたんだよね、うん、であの作曲家ってだけでめっちゃ上手 かもしれない。え、私ちゃんと教えられるかなとかって思った記憶はある。先生がビビるんな。<laughs> ビビる。教育実習結構なんかビクビク。いや、でもビクビクだった <laughs> というのは、その、やっぱ年中じゃない。大学四年からしたら高校生って、そう,そう、結婚の子たち後輩たちが優秀なのが想像が尽くすから。怖かったよね。<laughs> そう、なんかただのちょっと上の先輩ぐらいの感覚で自分はいるのに、まあ。あ、うん 多分高校生から見たらめっちゃ上の人って思うと思うけど、そ<う>そう自分からしたら本当ちょっと離れた、ずっと年のなれた後輩ぐらいんかそんな先生面で聞きないってお思っちゃう。<laughs> いや、本当にそう。本題行きたかったらね、服科ピアノが必須だろうから大変だろうなって思うね。えなんか他に服科ピアノのこう、実習以外でも見ることってあるいたよ。あの <laughs> 音符にバイオリンでね。 受験する子がいて、うん、その子の福ピとそれこそソルフェージュ調音を私が見てた。いやなんか私自分がバイオリンのせいかもしれないんだけどよく、まあ、弦楽器の人って左が普段使うから強いから、うん、なんか左がうるさいとかうん、うん、<laughs> よく言われてたんだけど,なるほど弦楽器の人はフクかピアノって気をつけた方がいいことあるかなえ気をつけた方がいいこと <laughs> なんだろう あでもそのフクカピオノのレッスンとかしてたときに思ったのはあくまでも傾向だけどやっぱペダルうんペダルに疎くなっちゃうことすごい多いかなって思った。そう足,足動かしだれてなくてさ <laughs> そうだよね。そう足使う人なかなかいないからさそうだからあの大変だろうなと思うけどあのスケールとか弾いてもさ 最後カデンツァでペダル踏むじゃない福が、うん、ピアノの人もれなくみんなスケール持ってきてたから,れられ受験にやるからでみんなにペダルこうと言ってたペダル難しいかも確かに、うん、なんか足が音に連動してる感じがまず慣れてないしあとさ何て言うんだろう私も確かに自分自身ペダルのこと先生に結構言われたなって思うんだけどうん、うん わけわかんないから「えい!」って踏んじゃって「いやいやそれ音濁ってんのよ」って言われちゃいけなんかん踏むタイミングが完全に和音と一緒だと前の音残ってて拾っちゃったりとか <laughs> そ,うそうなのよ <laughs> そうそういつもねそれはね自分の生徒さんとかにもあのむ難しいだろうなと思いながら教えるけど和音弾く時って。 足踏みたくなっちゃうんだけど、引く瞬間を離す瞬間なんだよね、ってなる。そうなんだよね。そう。だから手と足が全く同じタイミングではいかないっていうのが結構難しい。難しいよね。難しいなんかもう自分は感覚になっちゃってるけど、よく考えたらめっちゃ難しいよなーって思う。それはある。うん。ま、うん、リまじ先生、ありがとう。 本日は、まりまり先生をお迎えして、視聴者の方からよくいただく5つの質問に一緒にお答えいただきました。まりまり先生との今回の動画はコラボなので、あの、まりな先生のチャンネルにも私お邪魔します。ですので、皆さんぜひ見に行ってみてくださいね。ということで、今日はありがとうまた <laughs> ありがとうでは、皆さんもごきげんよう